の？これ何？何の装飾なの？めっちゃ可愛いんだけど。超タイプ。赤とピンクですね。可愛い。めっちゃ可愛い。かっこいい。好きかも、この背景。めっちゃ可愛い。リュウのペンライトカラーだ。そう、今日はあのお気に入りのワンピースを着ました。すごいなんかハートがいっぱいで可愛いですね。ショールームの背景がめっちゃ可愛くなってる。いつの間にこんなに可愛くなったのね。昨日までは普通だったはずなのに。お疲れ様。お疲れ様。そう、今日はひーたんと森末姫奈ちゃんと浜田響ちゃんと岩崎かすみちゃんと一緒に雪帽子のかき氷を食べに行きました。久しぶりに行った雪帽子。キスの日？え？キスの日って何？いつ？キスの日。キスの日っていつなの？キスの日なんかあるの？めっちゃ可愛いんだけど、リエのペンライトカラーの赤とピンクで可愛すぎる。だ。キスの日。中田さん、ラブレターありがとう。サミスさん、ハートありがとう。ドパンさん、指ハートありがとう。指ハートもある、かわいい。なんかこれ、かわいいんだけど。あーちゃん。なんだこれ。チュー、ありがとう。うさなこさん、結婚して。いや、うさなこさんは、一途じゃないからダメです。結婚してたくさんありがとう。映画で初めてキスシーンがあった日。そうなの？それはいつ何日なんですか？めっちゃ知りたい人みたい。いつの話なんだろう、それは。そんなキスの日なんてものが存在してたのね、この世の中には。あー、この時代の変配に形なんかないと誰かつぶやいた。ああ、なのになぜ冷たい目。そう、なんかリエが食べたやつはなんかブリュレのかき氷だったんだけど、そう、どんなかき氷、見た目がどんな感じなのか全然わかんなくて、頼んでみたらびっくりした。え、これかき氷だけど、そう、ブリュレの中にちゃんとかき氷がありました。すごかった。初めて見た感じで、すごいびっくりくり。ハタ、服かわいい。嬉しい、ありがとう。今日はね、ワンピースなんや。ここがパフスリーブになってて、かわいい。これめっちゃ着痩せするって思った、自分的に。かわいい。お気に入りです。このワンピースさ、僕隊のさ、日暮らしの衣装と同じブランドだったんよね。これは新宿のルミネで買いました、確か。確かに雪帽子日和かも、今日は。くるくるかき氷初めて聞いたけど盛り上がったね。くるくるかき氷盛り上がってた。くるくるかき氷好き。楽しみすぎて眠れないほど待ってたんだもん。めっちゃ好きです。東京学駅乗り換えちゃって、ちゃんて、ふふふふ、ふふ
っていうのが楽しい。お台場楽しかったね。なんか青春、青春、青春は違うけど、お台場楽しかった、めっちゃ。リコさんラブレターありがとう。ルパンさんペナルティありがとう。ピオさんラブレターありがとう。みさみさん、これなんて言えばいいの？唇？唇？キス？キスって言うんだよ。なんか恥ずかしい。恥ずかしいよね、なんか。ありがとう。じゃあ、なぎキスでお返しします。トウモロコシさんありがとう。くまりパパさん、かわいい、なにこれ、なんかさ、めっちゃかわいい、リップありがとう。ちなみに今日使っているリップはこのチャーミニミニリップです。今日のリップはこれです。リンとのミニミニリップ、かわいいんだけど、ラブありがとう。くまさんラブレターありがとう。やしやきさん結婚して、ちょっと待って、いやでもちょ、リエチ単押しになるまでで言えば許さん、許さん、許可しません。しんいちさん結婚して、でもリエチ一押しじゃないらしいからダメ。まるともちゃんさんラブレターありがとう。アルフォートさん結婚して、じゃあ3期はリエチ、3期はリエチになったらいいよ。シンガーさん、たくさんありがとう。いや今日別に全然メイクナチュラルってかいつも通りなんだけど、そうなぜか今日は薄く見えた。でも多分チークが薄い気がする。でも普通にいつも通りなんだけど、ひーちゃんには、ひーちゃんとひーたんってかみんなに今日薄めに見えるって言われた。そう、日暮らしと同じやつだった。あなたが好きでした、16の夏、ドゥンドゥンドゥルルンドゥンドゥンドゥルドゥンドゥルルルルンドゥルンドゥ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 ン。日暮らしは黒のやつだったんですけど一緒でした。日暮らしとそう、最初さ、どこのブランドってか、あの衣装だから、衣装ってブランドとかない、なんて言うんだろう、そういう札ついてないと思ってたから、ブランドの札とか。でもフィッティングした時に背中のとこ見たら、あれこれリエが着てる、持ってるワンピースと同じブランドだってびっくりした。こんなドレスみたいなやつ売ってたんやって思って。まさか浮気バレた。え？だってなんか、誰かさんが、誰かさんが、しんいちさんは私のファンだもんって言ってた。大丈夫です、元気さん。バラありがとう。やしゆきさんよかった、楽しれだって。なんもそれさ、言ってるの？リエに、楽しじゃないくせにってさ、言われたくってさ、言ってんの？本当にもう。いい加減にしてくださいね。言うのは全然投げキスしてくれないって。嘘、リエには投げキスしてくるし、ウィンクもしてくるよ。言うな、言うな、そういうことするのめっちゃ好きなんよ。いきなり、ワンワンとか言ってくるし、ウィンクとかしてくるよ。だから、おえって、お互いおえってやるんです。はるさん、日暮らしの黒い服似合ってる。本当ですか？嬉しい、ありがとう。
そう、リエも着るならずっとね、黒の方が着たいなって思ってたから、黒でもうガッツポーズしました。くまさん、お台場ライブ思い出しますね。ね、お台場楽しかったよね。ユニは筆箱につけてりえちゃん、つけてるりえちゃんキーホルダー見て毎日頑張ってる。え、本当に?頑張ろうね。嬉しい。筆箱につけてくれてるの?なんか嬉しい、そういうの。頑張ろう。お互い頑張ろうね。猫さん今日雪橋の近くにいたのに。え、本当?ソリーたちも雪帽子行ったんよ、今日。2時ぐらい。そう、4人で雪帽子行ってきました。美味しかった。久しぶりに雪帽子行った、本当に。ちょうどもう1年ぶりぐらいだった気がする。前にひーたんと1回行って、それっきりだったかも。こにゃまるさん、自分的にユーナとリーチの MC 一番好きだった。ほんと嬉しい。ほんとですか?そう、ユーナとリーチの MC ね。そう、なんかあんまり、それこそ、僕隊がチーム一緒になるまで、ユーナと、その、めっちゃ、遊びに行ったりとか、そう、二人でめっちゃ話したりみたいなのってなかったから、そう、僕隊のおかげで、距離が縮まったっていうのはめっちゃある気がする。それこそミューポンとかも、僕隊が同じチームになってから遊びに行くようにもなったから、本当に結構そういう、そこで仲良くなったみたいなのめっちゃある。アルフォートさん、僕隊のリーチとユーナの MC 面白いよだって。なんか嬉しい。結構みんなそこの MC 好きでいてくれてるんだ。自分的にはいつも、もう、汗って感じです。焦ってます、いつも。あ、そっか、二人しかいないから、めっちゃ焦ってるんだけど、いつも。二期生さんが初めて日暮らしやった時に、すぐに衣装を特定されてたで。衣装特定とかされんだ。すご。そう、なんていうお店か忘れちゃったんだよね。そう、なんてお店か忘れちゃったんだけど、同じブランドでした。今日のワンピースと。ちょっと後で見てみよう、なんてところか。そう、でも可愛いお店です、結構。ちょっと大人っぽい感じかも。TK さん、実は売ってるんよね。そう、びっくりした。こんな普通に、そう、普通のお店でさ、売られてるようなお洋服がさ、衣装になったりするんだって思って、びっくりした。日暮らしの衣装売ってるってことかな。うん、多分めっちゃ前のやつ、昔のやつだとは思うんだけど、一応売ってた。りょうさん、3期はほぼリーチ。ほぼってなんやねん。猫 さん、広島のツアー以降リーチ推しです。だって。なんかそのハートが嘘くさいですよ。ビンゴさん、ナチュラルな感じが似合う。本当?なんでやろ、なんで?いつもと違う? いつも通りなはず。なんですけどね。スーさん、ラブレターありがとう。TK さん、結婚して。じゃあ3期はリーチ倒し、3期リーチ倒しになったらいいですよ。ピンク仲間さん、ありがとう。じゃあ仲間さん、ありがとう。にゃんきちさん、推しは内緒。推しは内緒。それはちょっと結婚できません。 じゃあ仲間さん、ラブレターありがとう。石毛虫さん、ジェニーありがとう。ひまわりは前のポジが好きやわ。あ、ほんとに?前のポジ。ゆる、いさかみちの。
途中で見えてくるよ、そっちですね。でもなんか自分もそっちの方が好きかも、歌割り的には。その前のフォジの方の歌割りの方がひまわりは好きかも。でも今じゃあ次の舞台は前のポジに戻ってくださいって言われたら、なんかいや、じゃあ前のポジの方が意外と戻れるんかな、でなんかごっちゃになりそうな気もするなるみさん、新体制の舞台メンバーみんな身長高いよね。ほとんどが160センチ以上ある子たちだから、そう、身長高めだと思う。まあ、3期自体身長高い子が割と多い気がするんやけどね。うん、かわいい、この色。なんかここ離れちゃう。よいしょ。その服で日暮らしやっても違和感なさそう。嘘、さすがにこれで水玉、いきなり水玉で日暮らしやるの市販服なこともあるんで、ね、思った、そういうこともあるんだって。なんか衣装は衣装で作られてるのかなって思ってた、ずっと。MC って事前に打ち合わせするの？ああ、でも、なんか何を喋るってところまでは決めないけど、でもどんな話題を話すかみたいのは決めますね。でもこの前の舞台はあんまりそこまでできなかったかも。でも普通に今までの舞台はどんなことを話そうねみたいのは決めてやりますね。ユーナとリーチの MC 継続してくれてありがとうございますねえ、なんかさ、2人の MC なくなったって思ったんだけど、4人とかでやる MC いつもいるよね、ユーナ。ユーナさん、喉まだ治らんね、早くよくない。そうなんよ、なかなかね治らない、なんでだろう。まああと3日もすれば治るといいなって感じ。でも今日マネージャーさんと話したんやけど、その時に日暮らし、あの、良かったけど、そう、リエの声が、やっぱまだ不調なんかなって思ったって言われた。でも、リエの声が逆に治ったら、めっちゃヒーちゃんとの声相性いいと思うって言ってた。嬉しい。くまさん、リエチ VS ユーナン MC めっちゃおもろかったりさって。そう、ユーナンも、何でも突っかかってくるんよ。だから。でも楽しいです。ユーナン好き。しんいちさん、今日パルコに行ってリエチのメッセージ見たの。あ、 X に投稿してくれてたよね、見たよ、ありがとう、嬉しい、見に行ってくれたんや。そう、サインも書いたんだよ、皆さんぜひ見に行ってみてください。パルコのとこにあります。アルフォートさん、雪帽子行ってたのね。裏本通りのしゃびょうでお腹いっぱいで倒れてました。え、そんな、え、なんかね、誰だっけ、ひーちゃん、しゃびょう行きたいって言って、一瞬しゃびよういいねってなったよしゃびよういいねってなったけど、普通に雪帽子行きましたね大ちゃんさん、今日日高屋さんに定期鳥丼も食べてきました。いいな、もう本当に広島に日高屋できないかな、ちょっと誰かお願いしてきてください。よし、やきさん、今日もキャラにで追加したのでカンペしてください。本当にありがとう、めっちゃ楽しみ。もう、お話し会ね、リエ本当に好きだから、早く会いたいよね。6月22まで待ち遠しいです。ありがとう。ユーナと仲良くて安心した？仲良しだよ。仲良しだよ。泉さん、リーチヤッホーってヤッホー、待ってたよ。
衣装が借りれなかったとか聞いたことある。え、そうなの。まあ確かになかなか借りるの大変なんかね。そう そう、どこのお店だったっけな。これショッパーは残ってるんだけど、なんてお店だったか思い出せない。でもなんか数字があった、数字が書いてあった。てか最近なんかさ腕がむくんでるんだよね。昨日ヒータン164ない言ってたよ。え、そうよ、ヒータン164ない、161くらいしかないよ。だってちっちゃいもん、ディエより。ひまわりで幸子と隣になった時のツーショットは宝物です。ああ、そうだ、一回確かにサッチーと一回公園出たことあるね。そうだそうだわ、確かにあるわ。そうだね、一回あるね。シャヤコジさん初見でしたって。あ、はじめまして、 ST48 3期研究生の藤井理恵です。来てくれてありがとう、ゆっくりしていってください。よかった、3期はリエチだけで。まあね、まあまあまあ、まだね、まだ、かろうじて、かろうじてまだリエチだけで抑えられていると思うけれども。ペンライトの色は覚えが悪くて、3期はユーナしか知らない。え、ペンライトの色を覚えるの大変だよね、あんなにたくさんメンバーいたらね。みんなすごいよね、よく覚えられるよね。私もうまだ3期生の全員把握してるって言われたらパッとは出てこない、そんな即答はできないかも、ちょっと考えないとって感じだから。リエは、ちなみにリエのペンライトカラーは赤と濃いピンクです。今日のこのショールームの背景にそっくり、自分の好きな色ばっかりだからなんか嬉しいんだけど。スーさん、もっと早くリーチを見つけていたらだって。なんで？全然早いじゃん。だってまだ1年とかしか経ってないし。早いやん。でもなんかね、この前なんかリー笑っちゃった。え、この話したっけ？ごめん。この話してたらごめんなんだけどさ。で、チェキサイン会の時にカスミンが隣だったんだけど。カスミンがさ、ずっとさ、カスミンが、ずっとスーさんはすぐどっか行っちゃうから、だからスーさんがどこにも行かないようになんとかかんとかって言って、なんかずっと話してる。めっちゃなんかリエも皆さんにサイン書きながら、うわーなんか言ってんなーってそう聞きながらサインやってました。なんか面白かった、あれ聞いてて笑っちゃった。自分あ、そういう甘々なね、そうかすみがそういう甘々なセリフをね言うのにこっちは慣れてないから、そう普段そういう感じじゃないしさ、そう慣れてないから、だからかすみがやってるの見るとなんか笑っちゃうんだよね。でも面白かった。そう、笑っちゃった、めっちゃ笑っちゃった、心の中で笑ってた。ルパン、それもリエチと 2,3 人ぐらいしかすぐペンライトね、ペンライト覚えるの難しい、本当にリエも全然パッとわからん。
泉さん、私の友達推し3人いるから覚えるなくってペちょっと待って、ごめん、ペンライトにマステ貼ってそこに書いてた。え、本当に。でもさ、それ覚えやすそう、覚えやすそうってかさ、なんか分かんなくなった時さ、そこ見ればすぐ変えられるし、めっちゃ良くない？賢い。自分163やけど、リエチに負けてる。でもリエわかんない。164か3かどっちかですね。3か4のどっちかなんだけど、そう、ちょっと測りたいよね、身長。本当に。さん、指ハートありがとう。指ハートもあるのにかわいい。日高屋、香川にも欲しいわ。だってね、こっちの方に欲しいよね。めっちゃ好きなのに。リエ、リエが売れるしかないか。そうなの。かすみん、ショールームでも公園とキャラ違う。本当？でも確かに、あの、公園では結構、公園の MC とか見てるとめっちゃ笑顔だし、めっちゃ喋、よくたくさん喋るイメージあるかも。ショールームだと、なんとかなんとかで、なんて難しい。ちょっと待って、ダメ、難しい。でもなんか、ショールームはめっちゃおしとやか。なイメージ。あと、誰もスクショしてくれないのにショールームでいつもスクショタイムやってるって聞いた。めっちゃ面白いんだけど、それ、その話大好き、リエ。今もスクショタイムやってるんですかね。そう、縮小してあげて。本当に、もう、可愛いポーズをしてたら、縮小してあげてください。そう、でも美人は3日でなれるみたいな言葉があるじゃん。で、リエは最初3期生に会った時、なって、かすみんのこと思いました。でも最近はもうやっぱ慣れてきました。3日で慣れるって、慣れるって言う通り慣れますね。そういえばリーチのショールームのプロフィールは163センチの17歳のままだよ。本当に？もうそのまんまにしたいんだけど、リエ、ダメかな。やだ、もう18歳って書きたくないし、19歳とか書きたくない。17歳のまんまがいいから、リエ変えないことにする。ちょっと17歳のまんまにしようと思います。変えたくない。リエちゃんメンバーと話してる時と配信で話してるの違うよ。本当に。本当違う。どんな感じだろう、わかんない。違うんかな。リエ、メンバーと話してるときどんな感じなんだろう。ゲホゲホ、ゲホゲホじゃないや、ゲラゲラしてる、みんなと話してるときは。かすみん最初見たとき、竹野さんに似てるなって思った。あ、なんかオーディションのときにさ、かすみんめっちゃ竹野さんに似てるって言われてたらしいよね。全然わかんないんだけど、本当に似てる？なんか滝野さん見てもかすみ見ても似てるって思わんのだけど、似てるんかな。みんなから見たら似てるのかも。
永遠の17歳ね、そう、永遠の17歳でいさせて。でも17歳のままがいいです。だってそれはもうさ、女子高生って JK が好きなだけでしょ、絶対に。くもはさん、ヒーヒーリエチ3人配信の時の雰囲気好きだって。え、確かに、どんな感じなんだろう、リエ。どんな感じ？なんか、たまに、マシンガントークすぎて、話聞き流す時が結構ある気がするで、言えば。3人とか2人とか。エルマス元気さん、ユメリンさんファンだったけど、あんまり似てるとは思わないね。ええよね、私も、カスミン、そう、なんかユメリンさんのいとこみたいな感じで言われてたやん、オーディションの時も。それ似てるってめっちゃ言われてたけどさ、だけど全然リエ似てるって思ったことないんだよね。わかんない。ほんとどこが似てるの？あんまり。私、ユメリンさん、ユメリンさんって感じ。ビンゴの神さん、僕隊の後のヒーヒーリエチの配信、自然体でよかった。そうね、うんうん、やっぱめっちゃ一緒にいると本当にもうカスミンはカスミンの顔です。そう、でもカスミンのね、鼻がめっちゃ好きなの、リエは。そう、でもカスミンのね、鼻がめっちゃ好きなの、リエは。めっちゃ鼻綺麗なんで。ユミリーさんとカスミンシルエットが似てるかも。え、本当に？カスミンめっちゃロングじゃない？カスミンにポニーテールやってほしい。デイシーなの17歳で通用するよ。え、本当に？なんかリエ、多分リエ吹き顔ってか、なんだろう。でも童顔では絶対ないから、そう、なんかちょっと悲しい。なんか若く見られたよね。なんか18歳に見えない、20歳に見えたとか言われたら嫌じゃない？なんかもっと大人っぽく見えるって、やだ。そう、でも大人っぽく見られることの方が多い気がする。そう、童顔が良かった。なんか可愛いじゃん、その方が。幼い方がなんか可愛くない？幼い顔の方が可愛いなって思う。そう、前髪ないからね、余計ね、そう、大人っぽい感じになっちゃうね。若く見られた方がいいだって。え？うん。うん。なんかこの前、なんて言われたっけ、かすみんに。なんかかすみんに、なんて言った？かすみん。なんか、リーチは和風美人だよねってかすみん言ってきて。なんか和風って言われるとなんか平安を思い浮かべちゃうんですよ。平安美人を思い浮かべちゃうから、ゲームなんかね。なんか和風って言われるとなんかちょっと、和風？着物が似合う顔してるってかすみに言われて。なんか、褒めてるんかな？それ。褒めてる。褒め言葉か。褒め言葉として飾りますね。着物が似合う顔ってさ、どんな顔よって感じ。いや、そう、カスミンだって着物が似合う。カスミンだって絶対ドレスよりも着物が似合う髪？あれ顔だと思うよ。
え、そう、でも着物浴衣に合う。まあまあ確かに嬉しい。着物好きだし、着物浴衣とか好きだからいいけど。そうね、確かに。でも褒めてると思う。本当？じゃあ褒め言葉として。そうね、でもリエも小さい頃の写真見ても、七五三のやつさ、写真見ても多分ドレスよりも着物の方が似合ってると思う。小さい頃の写真もなんかそんな感じ、着物の方が似合ってる気がする。平安は丸顔が美人です。あ、そうなんや。ちょ、リエじゃんそれ。リエめっちゃ丸顔なんよね。ママに言われた、生まれた時に顔がまん丸すぎてびっくりしたって。そう、今も丸顔なんだけど、昔からめっちゃまん丸。今も丸です。今も丸顔。あ、そうだね、インテックスもね、浴衣着たね。懐かしい。浴衣また着たいね。浴衣何色がいいかな。この前インテックスの時は黒と赤みたいな感じの、ちょっと大人っぽい感じのやつ着たんやけど、今年は何色の浴衣がいいかね。ちょっとリエの顔色、顔的に濃い色の方が合うから、濃いめの色がいいなって。それこそ紫とか着てみたいかも。花火大会行きたいね。最近みんなでよく話す、花火見に行きたいって。そう、みんなで浴衣着て花火行こうねって話した。成人式何色なのかな。え、でも成人式はもう絶対リエ着たい振り袖があるから、もう決めた。絶対、あ、もう一目惚れした振り袖があったの前だから、それを、それと同じようなやつ着たい。赤だっけ、黒だったっけ。赤あれどんなのだったっけ。それも赤と黒でした。赤が好き、めっちゃ。あれまだ成人式やってなかったんやっけ。やってないよリエまだ。あ、そう、あの成人は18歳だけど、式は20歳だから。そう、でもその振り袖ショールームでも何回か見せたことある気がする。めっちゃ可愛いから。そう、送りました。送ってはないか、見せました。そう、でもリエまだ17歳だから、まだ先の話。リエプロフィール17歳のままだし、うん、永遠に17歳でいることにしたから。私まだ17歳だから、だから誕生日も祝わないでください。17歳で祝ってください。次の誕生日も17歳の誕生日おめでとうって言ってください、みんな。成長、17歳の誕生日おめでとうって言ってください、みんな。成長させないでね、リエの年を勝手に。17歳のままおめでとうに。まあ、式はやるけど、17歳。式、成人式やるし、振り袖も着るけど、でも17歳でお願いします。
さい、リサしてください。じゃあ壇上見ます。それでは、13位ジェナカムさん、ありがとう。12位おいでます元気さん、ありがとう。11位まるともちゃんさん、ありがとう。10位トウモロコシさん、ありがとう。9位エラッチさん、ありがとう。8位高陽さん、ありがとう。7位石剣マシンさん、ありがとう。6位中田さん、ありがとう。5位マッツンさん、ありがとう。4位ルパンさん、ありがとう。3位さなこさん、ありがとう。で、1位はくまねパパさんでした。ありがとう。ちょっと今日は配信短めやけど、ありがとうございました。ね、リエも喉を早く治したいですね。ありがとう。こちらこそ17歳でお願いしますって。はい、じゃあお互い利害が一致したということで。ね、おやすみなさーい。またね、また明日会おうね。おやすみー。